今回は青春急行チョロ級455系急行万越新塗装東北色をご紹介します案内がついていたのでそちらを読んでみますグリーン車やビフェをつないだ長旅モードで上野口を出入りした455系列車だがホームグラウンドの東北エリアでは通勤輸送にも従事したこの系列には ローカル線区の多い交流電化区間の実情から本業の長距離急行のほかに小編成の区間列車というサブルーティンが当初から与えられていた故に新幹線開業後も四川区のアクセス急行を軸に地域の足として柔軟な運用がなされていた休校エン札もまたそういった地元密着急行の一つだったカラーは急行色から東北オリジナルのいわゆる仙台色に変わっている とということです。455系といえばあの懐かしい旧鉱色が何とも言えない感じですけれども、まあ、今となってはこの新塗装と言われたあと北色の455も懐かししい感じがしますね。大宮にあります鉄道博物館に行きますと展示されているので機会があったらご覧になってみてはいかがでしょうか。 青春急行チョロ Q シリーズには他にも車両がありますので案内に掲載されている写真をざっとビデオで撮って終わりにしたいと思います。本当はね、全部欲しいんですけどね。特に165は大好きなんで欲しいんですけどなかなか見つからない。